きチャンネル。こんにちは。さあ、毎週月曜日、全12球団、全試合総チェックというところで、今週もやります。勝負を分けたキーポイント。まあ今日はですね、前回コメント欄でありましたけど、ぎゅーっと短くするって言って、60分から42分みたいなね。だから今日もですね、ぎゅーっと短くできるかどうか分かりませんけど、やっぱり短くしてやりたいと思います。さあ、ということで、もう行きましょう、早速。パ・リーグから、オリックス・ロッテ。8月7日、3対6でロッテ。で、8日、3対9でロッテ。そして昨日9日が0対4でロッテ。週末ロッテ3連勝ということで、なんとオリックス最速借金10ということでね、おいおいおい、やばいよ、今年は3位クライマックスないから消化ゲーム早くなっちゃうよみたいなところですけど、まあ、この1週間で言えばロッテが 1,2,3,4 4勝1敗1分けで、まあオリックスはね、1勝4敗1分けというところで、ということは6連敗してるから1勝10敗1分け借金9ロッテにきつい。オリックスピーチ。さあ、ということで振り返りましょう。7日、金曜日、3対6ロッテということでね、まあ、オリックスはなんと先発全員安打17安打でなんと3得点傭兵殺。まあなかなかきついですね、これはさすがに。しかもピッチャーは全員で9四死球と、ヒットは打つのに4兵殺で3得点、ピッチャーはフォアボール連発、それじゃあなかなか勝てないっていうか、勝てた。一番ね、んって思ったところは、まあ、6回ノーアウト1、3塁、まあ、3塁ランナー吉田正尚ランナーで、まあ、バッタージョーンズ、バッターを折れながらピッチャーゴロというところで吉田正尚が突っ込んできてね、ホームでアウトになるんですけど、ゲッツーされないように、まあ、突っ込んできたと思うんですけど、あの状況のタイミングで言うと多分セカンド結構ギリギリだったから、いや無理だったかも分かんないですよね。でその中でまあ、止まってもよかったんじゃないのかっていうのが一つで、まあ万が一ダブルプレーの可能性もあるから、走ったとしたらすんなりアウトにならなくて、挟まれて一塁ランナーとバッターランナーを二塁と三塁に来れるまで我慢してやらなきゃね、スーッといってアウトになってたら何の意味もない。しかもノーアウト一三塁っていうところを考えたら、走塁はバッと感じにかなり見えましたね。ああいうなんかちょっと粘り強さっていうのがなぜすんなりアウトになったのかなっていうのはちょっと理解に苦しむ、走塁だったかなと。逆にロッテはですね、2回ワンアウト三塁、田村ね、打席で、まあ三塁ランナーは多分ギャンブルスタートだったと思うんですよね。だから田村としては最低でも当てるぞと、三振はしないぞっていうところでね、まあコンパクトに打ちに行って、まあ、当てるだけ当てたらそれがねいい形でセンターに抜けていってタイムリーになったっていうね、まあ、田村のその準備勝ちっていうところがね結果につながったかなと。それと3回表ね、2アウト満塁で、そのね最初のタイムリーをでいい気分になったところでもう1回ねセンター2点タイムリーっていうところでね、田村グッドね、この準備の仕方がまあロッテとしてはキーポイントだったかなというところはありますね。でしかもまあ守備もよくね、まあ、攻守によく頑張ったと。まあ、種市がねいなくなって、柿沼のね出番が若干減ったところをね、この、チャンスをねしっかりものにできたかなと。まあまだまだね、まだまだっていうところはありますけどね、まあこれは足がかりにね、田村もねもっともっと成長してもらいたいなと。まあ成長するのにいい時期なんじゃないのかと、この壁を乗り越えれるかどうかね、まあ田村にとったら今はねキーポイントかもわかんないですね。金曜日の試合にオリックスチームに一句、泣かぬなら泣かせてみようホトトキス。これをもう捧げたいと思いますね。17安打打って3得点しかできないんだったら待ってても点は取れない、泣かせなさい自分でっていうねところのベンチワークがね必要だったかなと。4併殺っていうところもね、まあ、若干選手のね、能力待ちっていうところでね、まあ、繋がらなかった。しかし17安打打ってるっていうね、まあ、17安打打ってたらまあ8点ぐらいはね取れたんじゃないのかなっていう感じはしましたけどね。そして8日土曜日3対9でロッテというところでね、まあ、ロッテは二木が先発して、まあ、なんていうんですか、しっかり投げ切りましたけど再確認ですね。この1回で二木 OK という感じにはなんないです。まあ、打線のね援護もありましたし、再確認来週また登板日にチェックして二木調整しっかりできたらと、二軍でしっかり調整できたらっていうのが、ね、判断できれば今日で二木グッドはないです。次回持ち越しっていうところでね、二木の次週のピッチングも期待したいと思いますね。まあオリックスはですね、まあK鈴木が4回ね、3回3分の1、4四死球ね。で、吉田、3回3分の2四球というところで、まあもうフォアボール多いですね。で、しかも4回で7対0と、
まあ、ここだってしまえば、まあ、ベンチも策もできずね、まあ、5回裏、宗がセンター前、もやがセンター前とね、ノーアウト1、2チャンス作りましたけど、まあ、松井がサードファウルフライ、佐野が4、6、3ダブルプレーとね、まあ、ここでバントして2点を取りに行くのかどうかっていうのは、まあ、議論になるかもわかんないですけど、まあ、7対0で、まあ、5回で、っていうね、難しいところはあるんで、まあ、前半でね、もうボコボコっとね、試合展開決まっちゃったかなと。まあ、オリックスの投手陣ね、ロッテ打線はね、全然嫌がってない。スイング見ててもね、もう思い切ってスイングしてるし、なんならカモぐらい思われてるかもわかんないんで、ちょっとオリックスはね、ロッテに対して踏ん張りどころかなと。あと、オリックスは、ロッテと12試合しかないんで、そこで本当に頑張っていかないと、ちょっともうクライマックスシリーズ争い先生からも離れちゃうのかなっていうね、感じはありますよね。で、そして昨日、0対4でロッテというところでね、もう、オリックス、完敗、まあ、唯一のチャンスが、まあ、8回ね、若月が左中間、ツーベース、で、福田がフォアボール、そして西村バントして、まあ、吉田敬遠、ここでワンアウト満塁、ここがもう、唯一の、昨日の試合、もう唯一っていうほどチャンスだった。で、そこで T 岡田がね、サードファールフライ、で、伏見ね、三振というところでね、まあ、無得点になって、そこでね、ちょっとでも追いついてたら、その時点で多分1対0だったんで、追いついてたらね、ひょっとしたら逆転になった可能性もある。で、その中で、まあ、安田がね、打つんですけど、逆にロッテは9回ね、まあ、マーティン、敬遠で、まあ、一死満塁になって、同じ状態ですよ、履正社同士、履正社の先輩のね、T 岡田はサードファールフライ。で、後輩の安田はコンパクトにね、アウトコースの球を逆らわず、レフトにね、2点タイムリーツーベースっていうところでね、まあ勝負あったかなと。このお互いでね、一死満塁の勝負の中で、結果を出したロッテが勝ち、結果を出せなかったオリックスが負けるとね、ロッテとしても、アルバースが頑張ってたんで、まあ、やっぱり左ピッチャーにね、若干ロッテは弱いのかなっていうね、傾向もやっぱり出てましたけども、アルバースが頑張ってたんで、本当にどっちが勝ってもね、おかしくない、状況だったと思うんですよね。結局9回にね、ロッテが3点取って4対0になったわけで、8回まではね、1対0だったわけですから、その8回のね、唯一のチャンスで、そこでね、T 岡田が、まあ、最低でも犠牲フライ打ったり、同点に追いついてるとね、ひょっとしたら違う展開になったかもしれない。逆にロッテはね、そこから安田がきっちりタイムリーを打って、追加点を取ってダメ押しの形になるっていうところで、まあ、オリックスとしても勝てないわけではなかった、チャンスをものにできなかった、まあ、アルバースはしっかり頑張ってゲームを作ったっていうところでね、アルバースの投球はグワッと、ね、いう形ですし、まあ、ロッテもね、ピッチャー中村、6回90球、1安打、2三振、4フォアボール、無失点とね、前回も良かったですけど、まあ、前回ね、良かったですけど、楽天戦ね、まあ、ロベロにホームラン打たれたりとか、ちょっとバタバタっとしてね、とかところはありましたけど、まあ、今回もね、投球内容自体は前回引き続きよく、結果が出たっていうところでね、まあ、素晴らしいピッチングだったかなと。で、まあ、マーティンがね、まあ、オリックス戦好調でね、まあ、ホームラン11号、マーティン5、イエスマーティン、ね、っていうところで、まあ、ロッテのね、いいところばっかりが、目立った、この週末3連戦。逆にオリックスはね、勝てるチャンスはあったけども、そのチャンスをまあ一個にものにできなかったっていうところでね、まあ勝敗がね、まあ3連勝、1週間で言えば、まあ4勝1敗1分けっていうね、ロッテの勝ち越しにつながったんじゃないのかなっていうところはあります。さあ続いて、日本ハム対西武。ね。7日金曜日3対2日本ハム。8日は7対6で日本ハム。そして昨日2対1で日本ハム。週末、こちらも日本ハムが3連勝というところでね、まあ、1週間で言えば日本ハムの1、2、3、4、5勝1敗。大きく勝ち越してね、まあ、逆に西武はね、まあ、ワースト借金5というところでね、ちょっと打線苦しいかなと。しかも昨日ね、山川選手が左足首損傷というところでね、今週試合出場できるのかどうなのかっていうところはね、まあ注目どころっていうか気になるところですけどね、金曜日から振り返っていきますね。まあ金曜日、キーポイントは日本ハム近藤選手、4回にね、チェンジアップ、難しいところを、まあ先制のホームラン、左中間にね、放り込むわけですけど、で、6回ね、またもやチェンジアップ、アウトコース高めを今度はね、左中間に逆らわず2点タイムリーっていうところでね、まあニール の投球の、まあ、動くところをね、しっかり捉えながら長打を打ったっていうところでね、まあそこで、まあ3得点、まあ近藤が1人でね、3得点取ったっていうところでね、まあ近藤の活躍がね、やっぱりキーポイントだったかなと。まあ、杉浦がですね、7回、まあ、3つのフォアボールで2アウト満塁のピンチを作ってですね、まあ、この時点でまあ3対0っていうところでね、まあ、一気に逆転される可能性があるっていうところで、正直交代かなと思いましたけど、ここで交代なし。で、しかもそこからね、杉浦がしっかり抑えるっていうところでね、まあ、この時点で3対0だったんで、まあ、本人のね、成長を促す、まあ、試練なのか、
まあ、まだここは変えないぞ、ここ普段だったらひょっとしたら変えてると思うんですよね。まあ、日本ハム中継ぎ陣ね、そんな状態悪いわけじゃないですし、変えてるのかなと思いましたけど、この0対3っていうね、3点勝ってるっていうところで、まあ、本人をね、試練、成長させるっていうね、まあ、栗山采配が導いた続投だったと思うんですけど、まあ、そこでね、打者空振り三振ということで低めの変化球をね、きっちり持ち取れたっていうところで、まあ、一つのね、階段を上ったかなっていう。で、9回、今度はですね、秋吉が、殿崎にレフトツーベース、で山川ライトフライ、中村ショートフライ、で栗山が、タイムリーセンター前、で森フォアボールっていうところで、でここで今度は秋吉にタップするんじゃなくて、堀江交代するんですよね。この状況で言えば、もう2対3と1点差になってるんで、もう勝ちに、もうそこの猶予はないよというところで交代というところで、この栗山監督の、その、まあ、点差による、そしてピッチャーにもよる成長させるのか、もう勝ちに行くのかっていうところの、この1試合の中で、うまい組み合わせがあったっていうところはね、まあ、面白い采配、まあ、勉強になるなっていうところはありました。で、まあ、最後はね、しっかり打ち取って、まあ、日本はね、3対2で勝ち切るっていうところですけど、まあ、西武のキーポイントはですね、もう最終回しかなかったですね。このもう最終回のチャンスでものにできるかどうかっていうところで、まあものにできなかったっていうところでね、まあ負けがついちゃったかなと。まあその前まではね、まあ4回の山川のヒット1本っていうところで、まあフォアボールとかはありましたけども、まあ全体的にチャンスらしいチャンスはなかったんで、まあ唯一来た最終回のチャンスで、まあ2点止まり、ここでね、追いつけなかったっていうところがね、まああれだったかなと。まあこういったところがね、まあ去年の西武と若干違うとこかなと。これ去年の西武のカンカンっていうところだったら、あの勢いに任せてね、最終回逆転っていうところは見られましたけど、まあしっかりね、日本ハムは逃げ切ったかなと。で、8日土曜日の試合、7対6で日本ハムというところで、まあ西武はですね、まあ4回、ワンアウト、1、3塁、1塁ランナー鈴木、3塁ランナー川越というところで、で、バッタースパンジェンバーグ、カウント1ボール2ストライクから、まあ三振するのをダブルスチールするんですけども、まあここでですね、川越は3塁ランナー結構いいスタート切ったんですよね。で鈴木はそのまま滑り込んで、ジャッジはセーフだったんですけど、リクエストして、でそのセカンドの鈴木の盗塁がアウトになって点が認められなかったんですけど、あそこはダブルスチールのサインだったのか、もしくは鈴木の単独スチールだったのか、まあここがよくわかんないんですけど、でも仮に鈴木の単独スチールだった場合、三塁ランナーの川越はあんなにいいスタート切ってホームに走るかっていう疑問もある。もしでもダブルスチールなんだったら、鈴木はあそこでスパンジェンバーグが三振したのを見たら止まらなきゃいけない、あのまま突っ込んでいっちゃいけないっていう、サインが何だったのか分かんないですけど、若干ちぐはぐな攻めで、あの1点が取れなかったっていうところは、まあちょっともったいなかったかなと。で、まあキーポイントで言えば、西武のキーポイントは8回の森がライト前で、熊代が、まあバントがね、三塁線いい形の内野安打になって、で鈴木が、バント、でメヒアがフォアボールっていうところで、まあ、満塁のチャンスを作りながら源田三振、そしてピッチャーたまに変わって殿崎がキャッチャーファールフライとねっていうところで、まあ、ここで点を取れなかったっていうのがね、まあ、最後はね、まあ、負けについちゃったかなというところもありますし、まあ、この殿崎の打席、これもかなりファイターズにとったらキーポイントで、この玉井の投球、シュート、シュートの連投で、まあキャッチャーファールフライに打ち取るんですけど、まあもちろん玉井のね、まあ得意な球はシュート、スライダーって横の揺さぶりではありますけども、まあ前回ですね、オリックス戦、ロドリゲスに対して満塁でね、シュートを投げて、で、それでデッドボールになったんですよね。だからそういったところの記憶もある同じ状況の満塁の中で、まあ、シュート、シュートと連投するんですけど、まあ、やっぱりフォアボールを当てちゃいけないっていうところで、まあ、若干甘めに入ったかなと、2球連続ね、まあ、そこが殿崎がね、まあ、ちょっと損じてしまったかなっていうところもあるんで、まあ、そういったところも踏まえるとね、まあ、その前回のロドリゲスのフォアボールを見ながらこの展開を見ると、まあ、そのピッチャーの、ね、投球心理、キャッチャーの配球の心理っていうところが見えて、まあ、面白かったかなと。まあ、ここを、ね、しっかり抑え切った日本ハム、ここで、ね、点を取りきれなかった、西武というところで、ね、まあ、結果的に7対6ってなったかなと。まあ、でだと日本ハムのバッドポイント、3回表源田が振り逃げして2塁まで行くんですけど、キャッチャー宇佐美、あれは止めれます、しっかり。でしかも止めれなかったんであれば、しっかり追えていかないとああいう風になるっていうところが札幌ドームの怖さだからね、佐々木が嫌いな球場ワースト1位に導いた札幌ドームのね、キャッチャーの、試練が
かなりある、後ろの広さ、ファールゾーンの広さっていうところがね、あの振り逃げでセカンドまで行っちゃうっていうね、札幌ドームの構造上キャッチャーにはね難しいポジションだったかなっていうところがね、まあ見える、まあ、プレーだったかなと。でもあれ宇佐美止めれます、バンとね。であとやっぱり最後日本決勝の、タイムリー打った渡辺選手ね、この日刊スポーツにも直球破壊王子本誌命名っていうところでね、まあ、日刊スポーツが命名した直球破壊王子っていうところがね、まあ、載ってますけれども、じゃあなんでストレートが強いの分かっててストレート行くんやっていうね、まあ、それはギャレットだからっていうね、まあ、あの最速162キロを含むねストレートを投げ込んでいったわけですけど、さすがに相手が直球強いからってギャレットが変化球ばっかりで攻めるわけにはいかないですね。だギャレットとしてもいい球を投げた、で渡辺としてもいいバッティングをした、これはまあ力と力のお互いの能力勝負で渡辺が勝ったっていうだけで、まあこれは配球をね、まあ批判されるべきでもないし批判できないポイント、これはまあ打ったね渡辺が素晴らしかったなっていうところでね、まあ最後、まあ、一気にねこの7回裏6対2からしっかり5点取ってね逆転したなと、去年のね西武を見てるような、集中打だったかなっていうところでね、まあここで金土2連勝で、日曜日ね昨日の試合も西武ね乾杯というところでね、打線のチームがね、まあ、打てなきゃ勝てないっていうね、あと投打のね、まあ、噛み合わせが悪いとね、まあ、土曜日みたいに点取ってもピッチャー守れなかったりとか、投打のね噛み合わせが悪いというところでね、まあ昨日はねもう負け切ったかなと、まあ特にねこれっていうキーポイントもねなく、あの日本ハムねバーヘイゲンにしっかり抑えられたかなと、まあカーブスライダー、まあ全く対応できずっていうところでね、まあ気分よくバーヘイゲンにね7回91球で5安打10三振1失点という形でね投球されちゃったかなと、外崎のねホームラン一発だったかなと、外崎のホームランゴッね、バーヘイゲンゴッピッチっていうところでね、まあ日本ハムがね連勝っていうところで、まあ、パリーグもね上のねソフトバンク楽天も若干バタバタしてるんでまだギュッと詰まってるんでね、まあ、今週の戦い西武ねもうこれ以上負けられないかなっていうところはありますね。さあ続いて楽天ソフトバンクというところで、金曜日7対4で楽天、そして土曜日8日4対2で楽天、そして昨日日曜日0対5でソフトバンクというところで、ソフトバンクの2勝4敗楽天の4勝2敗というところでね、まあ、首位争い、まあ、楽天のね貯金2というところになりましたけども、まあ、金曜日ね7対4で楽天が勝ちというところで、まあ、ソフトバンクのね、まあ、キーポイントはやっぱここかなと、5回表3対0と3点リードしている状況で、まあ、柳田がねレフト前ヒットで、中村晃ライト前ヒット、まあ、ノーアウト1、2塁で浅村がナイスプレーグッド、ね、あの浅村の、まあ、ライナーね栗原のライナーをしっかり取った、あれがもし抜けてればね一気に大量失点っていうところもあったんで、あのプレーがね追加点をね取られなかったっていうところでキーポイント、まあ楽天にとってもねキーポイントだったかなっていうようなプレーでしたね。でその後則本がね、まあ、踏ん張り、まあ、明石三振で本田三振というね、そこから連続三振取って、まあここでねソフトバンクはリードを広げられずっていうところでね、まあ終盤の逆転劇を許してしまったかなっていうところでね、まあこの5回表ソフトバンクとしては追加点取りたかった、逆にこの追加点取られそうな中で、まあ、浅村のナイスプレー、そして則本の踏ん張りっていうところがね、まあ楽天としては逆転劇を生んだかなと。そして7回裏ワンアウト2塁で、バッター田中和樹のフォアボールの時にワイルドピッチ、これはね止めれます、あそこはねしっかり止めていかなきゃいけないっていうところでね、あのワイルドピッチっていうのはまあ非常に痛かったかなと。その後でまあ1、3塁に、ね、なるわけですよね。で7回裏ワンアウト1、3塁になった時に、まあ田中のね足が気になると、まあ盗塁ねしてくるかもしれないっていうところでね、この外中心のね配球なんですよね。でここで小深田の打席を振り返ってみると、1、2打席目っていうのは、まあ、外のストレート、シンカー中心で、まあ、ショート内野安打、そして、まあ、レフトフライ、これは中村晃のね、攻守にはまわれたっていうところで、ね、まあ、そこそこ自分のバッティングされてるわけですよね。で、3打席目、まっすぐ高め行って、で、インコースのカット、そしてインコースのストレート、インコースに落ちるカーブでね、三振取ってる。どっちかっていうと、アウトコースよりインコースの方が対応されてないっていう状況の中で、まあ、このワンアウト1、3塁、ファーストランナーのね、田中和樹の足が気になるっていうところで、まあ、一気にね外中心の配球なんですよね。でストレート外ボールで、シンカーボールシンカーストライクで、カットボールがボールで、シンカーシンカーシンカーと、まあ、全て外に続けて、ライトタイムリースリーベースで、まあ、一気に得点を奪われてしまうっていうところで、まあ、ここはねちょっとファーストランナーの田中和樹の足が気になったことによってアウトコース中心の攻めになった、バッターを抑えるっていうよりランナーが気になった配球になっちゃったかなっていうところで、まあここはもったいないっていうか、まあねリードとして若干弱気だったかなっていうところがねありますよね。でそんでその後ね、まああの加山が出てきて
まあ、鈴木大地にね、あそこのね、デッドボールはね、非常に痛かったかなと。で、その後、ロメロにね、スリーラン打たれて、まあ、万事休すっていうところでね、一気に畳みかけられたっていうところでね、まあ、楽天としては、まあ、ここでしっかりね、畳みかけて逆転できたっていうところはね、まあ、楽天にとったらキーポイントだったかなと。ソフトバンクにとったら、若干足も気になった、ワンパンも止めれたっていうところでね、まあ、ミス、あと弱気差が出たね、まあ、逆転劇を、まあ、生んでしまったかなと。で、まあ、で、8日、土曜日。まあ、楽天のキーポイントはね、もう塩見かなと。まあ、抜群のね、緩急をつけた投球、コントロールっていうところで、まあ、ソフトバンク打線対応全くできずっていうところでね、まあ、このね、見ててやっぱカーブ、スライダーっていうのが非常に良かった。で、割合を調べてみると、カーブが 17%、投球の中で。で、スライダーが 33% っていうところで、このカーブ、スライダーが投球の 50% を占めてるんですよね。で、それでカウントも取る、勝負球にも使える、ストライク、ボールの投げ分けもできるっていうところで、まあ、ソフトバンク打線が対応できなかったんですけども、逆に言うと、この 50% もあるカーブとスライダーを、まあ、狙ってもよかったかなっていうね、これはまあ、終わってからの評論にはなりますけど、これを狙うっていうのも手だったかなと。まあ、もちろん他にもツーシーム、ストレート、フォークボールとかも投げてたんでね、まあ、その中で巧みなね、リードをね、足立ができたかなっていうのはありますけども、まあ、そこをね、まあ、狙えなかったっていうところで、塩見がね、まあ、完璧なピッチングでできたかなと。あとね、キャッチャーの足立、まあ、初回ね、シュート、そして8回明石ね、ちょっと盗塁されましたけど、スローイングがね、不安定。バーッと。ね。ここら辺もうちょっとね、せっかくこのね、リードが良かっただけにね、スローイングしっかりちょっと練習してね、まあ、セーフになるはしたかったんですけど、まあ、セカンドにしっかりした送球っていうのはね、キャッチャーをやっていかなきゃいけないかなと。で、まあ、やっぱソフトバンクはですね、まあ、この日ですね、佐渡崎日刊スポーツの、評論でここにね、書きましたけど、まあ、ロメロのね、連夜に及ぶ被弾、ね、意味をなくしたフォアボール、デッドボールっていうところでね、まあ、見出しになってますけども、1打席目にね、まあ、日本がやっぱホームラン打たれちゃいけないっていうところでね、インコースをついてね、まあ、勝負していくわけですけど、で、それがデッドボールってね。で、このデッドボールを見て、次の打席がね、どういう意味合いになるのかっていうのは注目ポイントだなと思いながら、まあ、日韓ね、まあ、見てたわけですけども、まあ、そこですね、次、まあ、アウトコースのツーシームはね、ストライクになって、で、次ね、カーブがちょっと真ん中の上に入ってホームランっていうところでね、まあ、ここでやっぱりね、デッドボール当てたらもう一回インコース行くぞぐらいの、を示さないとやっぱ思いっきり踏み込まれてくるんで、この1打席目のね、このデッドボールっていうのが全く意味をなくした、まあ2打席目の配球になっちゃったかなと。で、3打席目ね、もう外も打たれちゃったんで、無理やりインコースを連投して、で、そこはもうロメロがね、もうね、はい、もう狙ってますよっていう感じで、まあそれをね、ヒット打たれるわけですけども、ここがね、ちょっとゴテゴテなったところがね、まあ配球の中で、若干弱気になったのかなっていうところをね、まあ感じた一戦でもあるし、まあ同じバッターにね、なかなか何度も、まあ僕も経験ありますけども、まあその中でね、対応してた対策を練ったことをね、できなかったっていうところもね、まあピッチャーがね、ワンストライク取った後カーブをね、甘めの真ん中に投げちゃうっていうね、その意識の低さもありますけども、もうちょっとね、まあスコアラーバッテリーコーチ、選手なども含めて、まあ、しっかりミーティングした方がいいかなって感じながらね、思った、昨日の試合、0対5でね、ソフトバンクが勝つわけですけども、楽天のね、まあ、キーポイントとして考えるところはですね、5回裏、茂木がですね、サードの内野安打、で、茂木盗塁して、で、渡辺、セカンド内野安打で、1、3塁、なるわけですけども、これね、シュート、セカンド、グッドプレイ、グッド。あのシュートをセカンドあれ抜けてたら確実に1点入ってたところをダイビングして、この渡辺をね、内野安打にしてしまいましたけど、あの二遊間に抜けるね、センターに抜けようかっていうあたりをしっかり取れたっていうところは非常に大きなプレーでしたね。あれが本当に勝敗を分けたと言ってもいいぐらいの、ソフトバンクにとったらかなりキーポイントだったかなと。で、その後ね、足立がセーフティースクイズを試みながら、キャッチャーファールフライでアウト。で、まあ一死一三塁になって、まあ、田中三振、小深田三振というところで、まあ、このピンチを、ね、乗り切るわけですけども、まあ、足立も、ね、このセーフティースクイズをしっかり決めなきゃいけなかったっていうところでね、まあ、その周東が、ね、ピンチを防いだ、まあ、アウトにはできなかったけどナイスプレーで、その後のまずい楽天の攻めっていうところがね、まあ、結局は一気に、ね、ソフトバンクに流れが移ったかなと。で、まあ、あとね、6回表、キャッチャー足立、ツーアウト一三塁で、まあ、シュートが盗塁するわけですけども、ここでね、スライダーが、まあ、ワンバウンドになるんですけど、そのままスローイングの形で、ランナーを誘おうとして、それを後逸。で、そこでね、1失点奪われるっていうね。まあ、あそこはですね、もうランナーを捨てて、ブロッキングをしなきゃいけないって。やっぱ1、3塁っていう状況を考えたときに、しかもツーアウト、ランナーを刺すことよりも、ランナーを返さないことが大事であって、あの判断力っていうのがね、
ちょっと欠けてるかなと。あれを無理に取って刺しに行くことよりもワンバンになるって考えたら、あそこはもう絶対的にブロッキング、そこの判断の悪さっていうのがね、点の一つを招いたっていうところでね、ああいう接戦の戦いをしている中であのミスっていうところはね、まあ、非常に痛かった、まあ、ソフトバンクにしたらねラッキーな状況でしたけど、あの判断ミスっていうのはね若干痛かったかなっていうね。バーッとあそこはブロッキングね。でまあ、ソフトバンクはね、まあ、8回柳田が、まあ、ずっとインコースをね攻められるわけですけども、最後にきっちりねライト超特大のホームランというところで、ね、まあ、さすがだなっていうところもありましたし、まあね、笠谷がね、まあ、初回このロメロに対しての配球、まあ、このね2戦目を終えたね、まあ、僕の評論書きましたけど、ロメロに対しての配球っていうね、まあ、それを読んでくれたのか読んでくれてないのか全く分かりませんし、まあ、僕の評論なんてね 1% も何の影響もないと思いますけども、まあ、日曜日の試合ね、このロメロの配球がですね、まあ、1打席目笠谷がね10球中8球インコースで、まあ、最後はね、まあ、デッドボールを当てるわけですけども、まあ、これはねこれで僕は仕方ないと思いますし、まあ、よく攻めたなと思いますね。で2打席目、カットボールでインコースねちょっと高めのストレートで、あのバンドがねセンターフライで、3打席目フォークサードゴロ、もうこれで完全に打ち効いてるっていうのがね3打席目に見えてきましたね。若干開き気味にね、まあ、引っ掛けた形になる。で4打席目モイネロがね、まあ、スライダースライダーストレートスライダーストレートとねインコースをどん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 攻めていくわけですよね。で最後チェンジアップで三振、もうこれはねもう先手先頭を得た、もうナイスリードっていうかね、もうこれがインコースを意識づけしてのアウトコースを、で打ち取っていくっていうね、このロメロに対しての日曜日の1打席目から4打席目の攻めっていうのはね、まあ、ピッチャーね変わりましたけど、変わった中でも意思を持って素晴らしい投球ができた、まあ、前回までの、ね、反省を踏まえてしっかりそこを、ね、修正してきた回のリードっていうのはね本当に素晴らしかったと思いますし、まあ、ここでね、まあ、成長してるなっていうところもありますね。でしかも回はね9回スリーランを打って、まあ、攻守ともにね回グッと、ね、ナイスプレーっていうところでね、まあ、あの回としてもね気分よく、仙台の試合ね、まあ、負け越しましたけど終われただろうし、まあ、来週から、まあ、来週とか今週からのまた回のね活躍っていうのがね怖さが出てきたかなっていうところでしたね。さあ続いてセリーグヤクルト対 DeNA、 金曜日、8対2ヤクルト、土曜日4対5で DeNA、 そして昨日が0対4で DeNA っていうところで、まあ、DeNA は、先週は 1-2-3-5勝1敗貯金4というところでねいい勝ち方しましたし、ヤクルトは2勝4敗借金2というところでね、まあ、ちょっとこの両チームに対しては明暗ついたかなというところはありますけども、まあ、金曜日の試合8対2というところでね、まあ、あのヤクルトが勝ちましたけど、まあ、DeNA としてはね、まあ、初回2アウト3塁打者村上ワイルドピッチ、これ戸柱がね手だけで取りに行くんですよね。あれはもうブロッキングの形に行かなきゃっていうね、あの判断ミスっていうのはね非常に大きかったかな。ブロッキングの形って取れないんだったら、まあまだねそこは仕方ない部分もありますけども、ブロッキングの形に行かないでワイルドピッチっていうね、でこれからまあ点が入るわけですけども、バーッと飛ばしたね。でまあピッチャーね上地あたりにね変化球でかわそうとしすぎてね打たれるわけですけども、まあ、ちょっと練習としてはですね、もうストレートをもうちょっと強く投げる練習をしていくことがもっと能力を上げるんで、ちょっとねストレートを強く投げるっていう練習を取り組んだ方がいいかなっていうのをねピッチング試合見ながらねちょっと感じましたかね。でまあ DeNA としては1回ねロペスがワンアウト1塁 5-4-3 ダブルプレーで、5回ヤマト、ノーアウト1塁4-6-3ダブルプレーで、6回宮崎、ワンアウト1塁6-4-3ダブルプレーとね、この、後期にダブルプレーをね連発したっていうところがねキーポイント、DeNA のね、まあここでしっかりね得点できなかったところが結局ね敗戦につながったかなと。逆にヤクルトのキーポイントは2回裏、ノーアウト2塁で、宮本がねバンドしようとしたんですけどしきれず、まあ3ボール2ストライクから、まあ最後はですね最低でも進塁だと、何としても送るぞと、バントできなくても何とか進塁打打とうって言って無理やり思い切って引っ張ったのがライトへのタイムリーツーベースフォークボールをね、あのなんか意識、まあ、結果的にタイムリーツーベースにはなりましたけども、あの意識が素晴らしい、もう見たまんまで、まあ、見るからに絶対打ってやる進塁打っていうのが見えたね、あのバッティングっていうのは本当に素晴らしかったかなと。あと3回裏2アウト1塁塩見ライトへのホームラン、カットボール、ボール、カットストライクでストレートでフォークボールをね、ライトへもうちょ、ね、中段あたりに掘り込むっていうね、あのバッティング、塩見、グッと。ね。あ、宮本、進塁打、グッと。しかもタイムリー、グッと。ね。で、5回裏、ノーアウト1、2塁、
まあ、シューミーはね、今度は最低でも進塁だと、インコースのボールを無理やりにライトでも打とうってね、それが結局ね、ライト前ヒットになって、もうシューミー食わってね。こういうなんかこう、最低でもランナーを進めようとか、最低でも自己犠牲のバッティングしようっていう中で、結果につなげてるっていうのがまた素晴らしいですよね。で、ピッチャー吉田、プロ入り初勝利、おめでとうガッツね。まあ、なんとかね、しっかり勝ち切れましたから、まあ、これまでのね、まあ、いい投球もしてましたけど、若干爪の甘さっていうのはありましたけどね、まあ、この一勝を機にね、来週からもしっかりね、勝ち星を積み重ねていってもらいたいなっていうところはありますね。で、そして土曜日、4対5で DeNA。まあ、DeNA のキーポイントは、まあ、5回表、2アウト2塁、佐野の、まあ、センターホームラン、ツーラン。これは本当に素晴らしかったかなと。で、まあね、結局粘りながら、まあ、打ったんですけども、まあ、ストレートボール、カットボール、ボール、チェンジアップファール。で、ストレートボールで、ここで3ボール、1ストライク。で、ここからカットボールを見逃して、で、ここから3ボール、2ストライクになって、怒涛のファールで粘り合いになるんですけど、ストレート、チェンジアップ、スライダー、カットボールっていうところで、最後はね、それをホームランにするんですけど、まあ、ストレートはですね、まあ、反対方向。変化球をベストタイミングで待ってたんじゃないのかなっていうね。まあ、ストレートなんか若干振り遅れながらね、まあ、ファールしたりとか、変化球をね、引っ張り込んだりっていうのもあったんで、ストレートは反対方向、そして変化球はベストタイミングで打とうってするね、その待ち方のように見えましたね。まあ、その中でね、しっかりホームラン打てたっていうところはね、さすが4番佐野っていうところで、佐野、グッバッティング。ね。で、そんで、まあ、中井ね、3打数2安打1打点1オーバーというところでね、ラミレスハイハイもあたり、しっかり中井もね、結果を出すというところで、中井グッとね、こういったところでしっかりね、DeNA が、取りたいときにね、しっかり点を取ったかなと。ヤクルトの逆にキーポイントは、まあ、ノーアウトでランナーが出せずっていうところでね、最後1点差で泣いたかなとね。まあ、5番以下があと、スタメンはね、ノーヒットというところで、まあ、1番から4番まではなんとかしなきゃいけない状況の中っていうのはね、やっぱりきつかった。あと9回ね、渡辺、牽制アウト、あれ、まあ、リクエストで見てもよくわからない映像だったんで、本当にアウトかセーフかわからないですけど、まあ結局アウトっていうところでね、ああいった、まあ、これも勉強ですね。バーッとですけど、まあそこでね、走れたら走るっていうのも面白い作戦でしたし、まあこれを経験としてね、もっともっと成長していってもらいたいなと思いますね。で、昨日は0対4で DeNA っていうところで、もう DeNA、平、グッと防御率も1位になって、もう説明の必要なしっていうところでね、もう本当に素晴らしい投球だったですね。で、まあ、倉本が満塁ホームラン、グワッと。初回の満塁ホームラン一発でね、しっかり逃げ切ったっていう戦いもありましたし、あと7回裏ね、ノーアウト1塁、山崎の打球、セカンド柴田、463ダブルプレー、ナイス。あのプレーも非常に素晴らしかったし、大きかったですね。まあ、ヤクルトは4安打、まあ、完敗というところでね、まあ、キーポイントも何もなく、もう今日はもう平にお手上げっていうところのね、まあ、試合展開だったかなっていうところはありますね。さあ、続いて、広島阪神。金曜日11対6広島、そして土曜日2対1広島で、昨日が1対5で阪神というところで、広島は4勝2敗、まあ2個のね、勝ち越し。阪神は2勝4敗、逆に2個の負け越しっていうところのね、まあ1週間になりましたけども、まあ金曜日ね、広島のキーポイントは、笹岡采配っていうところになります。まあここはですね、まあ移動ゲームになるっていうところで、主力が一気に休みます。まあ、6日の試合から、まあ、鈴木誠也、相澤もお休みですし、菊池もお休みということでね、まあ、7日の試合っていうのは、1番西川、2番羽月、3番堂林、4番松山、5番坂倉、6番ピレラ、7番田中康介、8番野間っていうところで、まあ、移動ゲームっていうこともね、考慮して、主力組がスタメンでお休みっていうところになりますけど、この打順で、なんと、羽月、攻守で、ナイスプレー、羽月、グーッ!ナイスプレー。まあ、2回ね、ダッシュ木浪のセカンドライナーをダイビングキャッチしてね、でセカンドに送ってダブルプレーでね、まあ打撃でも4打数2安打3打点、まあ3回のね、セーフティースクイズなんかも本当に素晴らしかったですし、この活躍っていうのをね、ぜひ続けてもらいたい。パッと見た感じね、左の菊池かっていうぐらいのね、素晴らしいプレーね、見せてくれたなと思いますね。あと何気に、大森、こちらも初打点タイムリーというところでね、この活躍、大森、グーッとね、この若い選手、新しい力っていうのが、まあ、を使って、しかもしっかり勝ち切るっていうところがね、やっぱチームの雰囲気も良くなりますし、チームの層も厚くなりますし、チーム内競争がチームを、の能力を高くするっていうところでもね、この笹岡監督の采配っていうところがね、やっぱキーポイントだったかなと。
でタイガースのね、まあ、キーポイントでやっぱちょっと大山がねブレーキになっちゃったっていうね、この金曜日の試合、5打数ノーヒットというところで、まあ、5回ね2アウト1・3塁のところで3、まあ、三振するんですけど、ここはね森下が首振ってね、最後はカーブを選択してそこで三振、森下グアッとね。でまあ7回ノーアウト1塁で、まあ、あのここもダブルプレーに、倒れるわけですけども、これちょっとね大山が後期でね、凡退してしまったっていうところがね、まあ、金曜日のキーポイントだったかなと。でまあ土曜日2対1で広島が勝つんですけども、まあ広島長野ね、この土曜日までで7試合4割2分8厘ホームラン3本9打点、まあ、初回ホームラン長野グワッと、ここに来て長野が元気っていうところでね、まあ2対1というところでね、まあ投手戦になったわけですけども、まあ大瀬良西ともにグッピッチングね、両者ともナイスピッチングだったかなと。まあその中で投手戦はね、何が一番大事かって、やっぱミスが命取りになるっていうところで、まあタイガースはね7回サンズレフト前、ボーはライト前っていうところで、まあノーアウト1・3塁になってですね、まあ梅野のピッチャーゴロ、まあサンズが飛び出してアウトになるんですけど、ここは挟まれてもっと粘ってファーストランナーとバッターランナーを2塁3塁にね行けるようにしないといけないっていうところでね、あそこで、まあ、飛び出して簡単にアウトになっちゃった、もう飛び出すのは仕方ないとしても、あそこ3分間で挟まれて次のランナーのためにチャンス拡大してほしい走塁がね欲しかったかなと。でまあその後ね上田フォアボールで福留がね 4-6-3 ダブルプレーっていうところでね無得点になったっていうところで、やっぱあのサンズのねちょっと走塁がねバーッと痛かったかなっていうところがありますね。あと7回裏ね、まあ大森がフォアボール出て牽制悪送球になって、でワンアウト二塁代打ね坂倉のタイムリーっていうところで、あの藤川のね牽制の悪送球っていうのも非常にこういう接戦の中では、まあ、痛いプレーだったかなと。でその後ね決勝タイムリーを坂倉が打つっていうところで、坂倉グッバッティングね、こういったところがまあ明暗つけたかなと。で昨日の試合1対5でね阪神が勝ちっていうところで、まあタイガース、まあ、3回裏ね坂倉の打球結構飛びましたけど、近本ナイスプレーガッツね、あのプレー大きかったかなっていうところもありますね。あとピッチャー秋山はねコントロールキレも抜群、そしてまあストライク先行でねどんどん勝負ができたっていうところでね、より一層秋山のね投球スタイルっていうのはねこういい方に、結びついたかなっていうところありますね。あと日曜日は打って変わって大山が4打数3安打2打点1ホーマーということでね、まあ、金曜日はブレーキになりましたけども、昨日はねしっかりいいところで打ってチームの勝利に貢献、大山グッバッティングね。逆に広島、2アウト3塁、大山 の、 あのレフトライナー、長野はね、スライディングキャッチを試みたんですけど、あれ、取れたんじゃない？いや、わかんない。難しいからね。でも、取れたんじゃない？って、見てて思いました。率直な意見。で、あと9回裏ね、ワンアウト満塁、まあ、唯一のチャンスだったかなと。まあ、その中で、まあ、菊池三振、田中康介ライトフライというところでね、まあ、その時点で、まあ、5対1と4点差あるんで、まあ、それがどうだったかっていうところではありますけど、まあ、唯一のチャンスだったかなっていうところがね、あった昨日の試合でしたね。そして最後に、中日対巨人。金曜日7日、7対1で中日。8日、3対1で中日。そして昨日が2対2で引き分け。2勝1分けで中日の勝ち越しというところでね、これはもうセリーグにとっては本当に大きかったかなと。これジャイアンツがね、また一気に中日に勝ち越すようなことがあれば、ジャイアンツがね、独走しかねるっていうところでね、まあ中日はね、よく頑張ったかなと。巨人、1週間、2勝3敗1分けということで借金1。で、ドラゴンズが、2勝3敗1分けということで借金1っていうところでね、お互い借金1のね、まあ1週間になったかなと。金曜日、中日王の2試合連続完投10三振、大野、グッピッチン、ね。キーポイントはですね、この大野の投球、配球がちょっといつもと違ったんじゃないのかなと。外の割合が結構多かったかなと。ツーシーム、ストレート、でスライダーも外から入れたり、であのフォークボール系、外が非常に多かったかなと。その配球がね、また前回とちょっと色を変えてね、投球自体は良かったですし、その配球もね、本当に素晴らしかったかなっていうところがね、結果に結びついたんじゃないのかなと。まあ、その投球の中で、まあ、一例を紹介するんであれば、まあ、6回ね、打者坂本、外のストレート、でフォークボール、で外のツーシームで、まあ、ワンボール、ツーストライクとして、外スラで三振。ね。で9回の坂本に対しても外ストレート空振りで外のストレートファールで外ストレートでショートゴロっていうね、まあ、外外外でね打ち取る。で9回岡本、インコースのストレート見逃しでアウトコースのストレート空振りで外のストレートボール外ので内のストレート
ボールで最後は外のフォークで三振というところで、まあね、この内と外をうまく使いながら外中心でね勝負できたっていうところもね、違う意味で大野のね素晴らしさっていうのがね出た試合だったんじゃないのかなと。でしかも大野はね2回先制タイムリー持ってね、まあなんかヒーローインタビューでスライダーを待ってたけどストレートを打っちゃいましたっていうところでね、まあそういう時もねたまにありますけど、バッティングセンスのねあるなっていうところも見えました。大野のバッティングもグッとね。でまあ勝負を決めたのは5回、大島がツーベースを打って、まあ、安倍のサードゴロで、まあ、進塁するんですけども、で、ここでワンアウト三塁、ビシエドのショートゴロ、ギャンブルスタートで1点取るっていうね、この1点が、まあ、試合を決めたかなっていうね、大島がね、ツーベース出て、そこからノーヒットでね、1点を取る、この大島の走塁っていうのもね、非常に素晴らしかった。大島、グー。ね。で、逆に巨人、キーポイントはですね、まあ、2回裏、ワンアウト一三塁で、まあ、医療のセカンドゴロ、このね、ナイス判断でホームにアウトにしたっていうね、この医療の判断素晴らしさっていうところがね、まあ、1点を阻止したかなっていうところもありますし、まあ、あとはバッターね、大野の時リシ1、2塁ね、これでセンタータイムリーヒット打たれるわけですけども、ストレートと続けてしまったっていうところがね、バーッとね、まあ、ここは本当にね、野手と同じように、投球してればこの回ね点が取られなかった可能性もあるし、でそこからね4失点っていうところでね、一気にドラゴンズに流れがいったっていうところで、あのストレートを続けてね簡単にいったっていうところもね、バーッとっていうところはありましたね。で8日、土曜日3対1で中日っていうところでね、まあ、ドラゴンズは、まあ、キーポイント7回裏ワンアウトから打者アリエル・マルティネスが全力疾走で、まあ、サード内野安打ね、サード岡本ちょっとのんびりしすぎたんじゃないのっていうね、でもあそこをね全力疾走してるアリエル・マルティネス走塁グッとね、でその内野安打を皮切りに、まあ、医療がライト前ヒットを打って、まあ、一死一三塁になって、まあ、福田がねスライダーを簡単に見逃して、次のストレート甘めに入ったところをねレフトへスリーランホームランっていうところで、福田グッと巨人キラーね。これまあワンストライクをど真ん中を投げるのもどうかなって思いますけど、もうちょっと意識的にねしっかりインコース投げてもらいたかったかなっていうところはありますね。まあ打ちを狙ったのにねそれが真ん中に入る、しかもワンストライク取った後なのにっていうね、ちょっと畑のね意識のなさっていうところがね出たかなっていうところはあります。しかもそこをね打ち損じなかった福田もね、まあ素晴らしいホームランだったかな。まあ結局でもね両チームの投手、まあ勝野畑ともにねゴッペッチングね、ピッチング内容としては本当に非常に両投手ともねいい投手、いいピッチングできたかなと思いますね。まあジャイアンツのキーポイントはこちらです。7回表パーラセンター前、そして吉川がサードゴロで、住谷が、ライト前ヒットで、まあ吉川ねそこのパーラーの入れ替わってますからランナー3塁へ行って、ワンアウト1、3塁で、打者ピッチャー畑そのまま打席へ、ここ変えないのって思いましたけど、正直僕はここが原監督にとってはまあちょっとミステイクだったかなっていうね、ここの戦略っていうのがうまくはまらなかったことによって、結果敗戦になっちゃったかなっていうね、まあ、ここは僕は変えてもよかったかなと思いますけど、仮に畑のまま行くんであれば僕はバントでもよかったんじゃないのかな、バントして2アウト2、3塁で次の代打中島に勝負を託す、そのまま打ちに行って万が一ダブルプレーとかになったりしたら、まあ、1点入らないわけですから、まあ、ここも打たせるなら打席に出される出させるで何か作戦あってもよかったんじゃないのかなっていうところで、何もなかったのはねジャイアンツにとったらここで得点をできなかったっていうところがね、まあ、敗戦になるキーポイントだったかなと思いますね。で、9日、引き分けたんですけども、まあ、ドラゴンズはね、初先発ロドリゲスがなんと素晴らしいピッチングね、まあ、縦スラ、ストレート、チェンジアップ、まあ、甘い球もね、結構多かったですけど、まあ、ジャイアンツもね、やっぱ初対戦っていうところと、やっぱ坂本丸がちょっと不調だったっていうところもね、あって、まあ、素晴らしいピッチング、まあ、投球フォーム見てても、自分から崩れていくタイプじゃないかなと、まあ、打たれたりすることはあったとしても、フォアボール連発して、自分から崩れていくようなタイプじゃないのかなと、安定感あるピッチャー、まあ、次週以降も非常に期待できるんじゃないのかなっていう投球内容に、見えましたね。まあ、6回3分の1、86球、まあ、球数も少ないですし、まあ、被安打に8三振、3フォアボール、2失点というところで、ね、試合をうまくまとめられてるんじゃないのかなと。で、まあ、5回裏ね、強打フォアボール。で、大島がね、ウィーラーのエラーに出て、無視1塁で、まあ、阿部が三振、で、ビシエドセンターフライ、まあ、高橋セカンドゴロ、この無得点。ここがね、勝ちきれなかった、唯一のね、攻撃的なキーポイントだったかなと。このビシエド高橋にね、まあ、チャンスを持っていった、このクリーンアップで、点を取れなかったっていうところがね、勝ちきれなかったポイントかなと。逆にジャイアンツ、9回表、大城センター前、ウィーラーレフト前、ノーアウト1、2塁、ここがキーポイント、パーラ、
打席に行きます。これ今までの今年の巨人の原さんの采配見てたら、ここをバンとしてくるような展開見ててね、これパーラーやけどバンドかなと。まあそれまでもね、坂本、丸、ウィーラーにもねバンドの指示を出して、ここ一番ではやっぱバンドをしてきた。でここね、もう1点勝負の1点取ればね勝ちにつながるっていうところで、あ、まあでも普通だったらパーラーにはバンドしない。でも今年の原さんを見てると、あ、ここバンドかなっていうところで打たせに行って4-6-3ダブルプレーで、その後北村が三振っていうところでね、あ、ここはちょっと今までの原さん結構動いてきたのに動かないんだなっていうところでね、まあそこが勝負のあやになったかなっていうところで、まあ2対2の引き分けっていうところがね、まあ中日巨人戦だったかなと思います。さあということで一通り終わりましたね。じゃあここで申し送り事項、パリーグからオリックスへ、ソフトバンクの申し送り事項。甲斐が楽天戦で明らかに成長したと思います。柳田、中村晃も怖いですが、甲斐に気をつけて。ソフトバンクの皆さん、オリックスは投打が全く噛み合ってません。若干冬眠しかけてます。一気に畳みかけるチャンスです。でもここ一の伏見は怖いですよ。さあ続いて、楽天と西武。西武の皆さん、楽天が上昇気流に乗りかけてます。涌井は前回あと2人でノーヒットノーラン、福井も勝ちはつかないけど好投、チームの層が厚く押しかかってきますよ。火曜日水曜日全力でいかないとやばいです。楽天の皆さん、山賊打線が武器を捨ててます。素手で向かってきてます。打線が湿りがち、どう戦うのか確認します。日本ハムの皆さん、ロッテがオリックス戦で息を吹き返してきました。今は何をやってもいい形になってます。マーティンにイエスと言わせたら終わりです。ロッテの皆さん、日本ハムも勢いを増してかかってきます。どっちの勢いが強いか、西川を塁に出すな、近藤はどこ投げても打つぞ、中継ぎ陣が強力だぞ、先発投手の投げ合いに負けるな。さあ続いてセ・リーグ、阪神の皆さん、 DeNA に気をつける存在が現れました。神里に気をつけろ、倉本の一発もあるぜ、浜口の試合での鷹匠に気をつけろ、ただいま3試合連続ホームラン中。 DeNA の皆さん、タイガースは大山次第のところあります。大山を全力で抑えなさい。中日の皆さん、やはり広島は鯉のぼりのように上り鯉になってます。勢いあるんで初戦絶対に落とさないで。広島の皆さん、中日がやはり上り竜になってます。上り鯉と上り竜、どちらが強いか勝負ですよ。一番注意しなきゃいけないのは大島、大島を塁に出さないで。ヤクルトの皆さん、巨人は丸と坂本が冬眠中です。そこを起こしたら終わりますよ。絶対に起こさないで。巨人の皆さん、ヤクルトは山崎幸太郎、宮本、塩見と新しい戦力が大活躍してます。全員野球で襲いかかってくるので気をつけて。そこを塁に出すと村上の一発にやられますよ。さあ今週のベストナイン、まずはパリーグからピッチャー涌井、あと2人なのにキャッチャー甲斐、今が成長のチャンス、ファースト井上、アジャコングは一斗缶だぞ、セカンド日本ハム渡辺、直球破壊王子、サード鈴木大地、まだまだ元気だね、ショートオリックス足立、チームにも同じ勢いが出ろ、レフト近藤、バットコントロールグッド、センター柳田、まだ打っちゃうの、ライトマーティン、イエス、 DH ロメロ、ホームラン量産、特別賞日本ハム西川、柳田が強いからなかなか難しい、日本ハム杉浦、モームス。はい、続いてセ・リーグピッチャー阪神高橋遥人、タイガースの救世主になれ、キャッチャー DeNA 鷹匠、週一なのに3連発、ファースト松山鯉のぼり、セカンド宮本、攻守で大活躍、
サード DeNA 宮崎、浜野安打製造機、ショートヤクルトエスコバー、期待以上の活躍。レフト DeNA 佐野、ドラフト9位から大出世。センター広島長野、やっとライト DeNA 上里、 DeNA は層が厚い。特別賞あります。 DeNA 平、ザ安定感、現在防御率1位。 DeNA 三島、牽制もうまい。はい、ここが週刊ベストナインです。ということで以上、月曜日全試合総チェックキーポイントお送りしました。